じゃあ、アキラさん、はい、次、4点目。4点目。お願いします。すいません、しつこくて。いやいや、もうありがとうございます。まだまだあるからね。いやいやいや、もう。一生終わらない。いや、もう皆さんも楽しみにしてくださってると思うんで。さっき、ノーウェアの3周年だったじゃないですか。そうですね。で、ちょっと、はい、時を遡って、はい、ノーウェアの1周年。1周年。94年の4月です。94年の4月、はい。うん。は、これですね。出ました。アンダーカバーの。書いてありますもんね。通称、ほつれコーチジャケットっていうやつですね。はい、でこれ私が入るとこう3着揃うでこれ、はい、この画角が撮りたくてツリーカラーをお持ちなんですか。そうなんですよ。これ94年の4月1日なんですね、はい、でこれまた生地あるんですけど、はい、これ着てらっしゃいますね。これですね。本当ですね。これですね。もうこれまさにこの赤がそれですね。これはあの黒かネイビー、多分ネイビーだと思うんですけど、はい、僕今こう着てるんです、はい、対象してますですね。で白もあったんですね、はい、ここ記事読んでいくとカラーが紺、白、エンジグレー、茶、黒と6色展開だったんですよ。紺これですよ、はい、で茶はこれですよ、茶ですよね。でエンジがまあこれちょっと赤っぽいエンジ、はい、あと黒、グレー、白、モノトーンカラーを僕持ってないっていうことです今、はい、だから3色半分も集まったってことです。一応探されてるんですか今だに残り3色は。あもう出たら瞬間に買いますいくらでも買います集めてるんで、これだけ集めてるんで、お持ちの方もしいらっしゃったらぜひアキラさんまでちょっとごめんなさい家まで取りに行きます当時はコーチジャケットって言葉なかったんで、あこれウィンドブレーカーって呼んでたんですけど、ウィンドブレーカーそうですよね。コットン製のウィンドブレーカー、アンダーカバーの、はい、出るよと、はい、これ皆さんこの外にアンダーカバーのこのブランドネームがこうついてるんです。なかなか特徴的ですけどね。特徴的ですよね。前もちょっとせっかくなんでこういう前は本当シンプルな、シンプルですよ。後ろにこういう感じで、ここほつれ、裾と袖口と脇がほつれてて、ね、かっこいいな。なんで今ほつれコーチとか呼ぶんですけど、はい、かっこいい。でこの当時のアンダーカバーの特徴は必ずこれが両玉縁ポケットなんですよ。あ普通コーチジャケットってこれ片方しかこうないので、確かにそうですよね、うん、片玉縁ポケット、はい、必ず両玉縁、しかもこの幅広、うーん、まあ、これポイントなんですね。本当ですね。このやたら長いこの杉谷たまらないですね。たまらないんですよ。渋この雑誌が、はい、この並びじゃないですか。そうですね、この感じじゃないですか、はい、なのでこれをやりたかったもう30年の時を経てやっとできたこれいやありがとうございます。ですね、でこちら、はい、4点目ですかね。4点目でした。いやありがとうございます。ありがとうございます。で、お次、はい、5点目ちょっと変わり種で、変わり種、次は、ね、逆に聞きたいです。ちょっとね写真から紹介したくて。あぜひぜひ。すいませんね資料ばっかりで、ね、ありがたいです。でこれラストージ、さっきのが2、これ3です、はい、3 96年の1月1日号ですね、はい、でこの写真にご注目くださいませ。かっこいいですね。めちゃくちゃかっこいいです。めちゃめちゃかっこいいです。あの裏のもう雑誌の記事とかこういう写真、はい、まあアーカイブじゃないですか、はい、この写真系でトップ3に入るぐらいみんなが好きな写真です。いやだってめっちゃかっこいいそう。これ女優さんと村淳さんのかっこよさが爆発 しちゃってるってやつ。村淳さんもかっこいいですね。特にこの女優さんがモヒカン時代がみんな好きすぎるんですよ。この女優さんのこのコーディネートをご覧ください。はい、はい、めっちゃかっこいいです。セーター着て、はい、半ズボン履いてめっちゃかっこいいですね、はい、でこれがですね、はい、こちらですもうフルコンプリートでフルコンプでございます。いやすごい紙セットでございます。紙セットすごいですね。もうねもうサングラスまで。そうですね、まあ、メガネとかサングラス、ジョニオさんがその当時よくかけてらっしゃった。 どちらのサングラスなんですか。これオプティシアンロイドさんっていうところの日本のブランドになるんですか。そうですね、のこのバイカーシェードみたいなこういうタイプのサングラス、これジョニオさんが入ってて、そうですね、かっこいいですね、茶色レンズの、はい、これジョニオさんが当時毎日かけてらっしゃったんで、これマストなんですね、はい、そしてこの半ズボンですね。いやこれ相当かっこいいですよね。この半ズボン、はい、ショーツ、そうなんですよ、レザーですよね。そうです、これはあのマイノリティっていうブランドのレザーショーツで、はい、裏原アーカイブの中で一番有名な半ズボンです。あ半ズボンの中で、半ズボンの中の一番有名なやつです。これいやだってめっちゃかっこいいですもん。めちゃめちゃかっこいいですこれ、でこの上は、はい、これは裏原ブランドじゃなくてコムデギャルソンオムプリスなんですよ。出ました。やばくないですかこのニット。ギャルソン持ち上げましょうかね、こうやって。あ、僕持ちましょうか。ああはい、すごい。これね、通称通じニットって言うんですけど、はい、かっこいい、うん、やばくないですか。95年ですこれ。95年のオムプリウス、うん、オムプリウスですね、これ。本当ですね、かっこいいですね。でここになんかこうノルディックセーター、雪柄のセーターで、はい、この数字がプリントされてますよ、ね、はい、顔料プリントなんですけど、はい、今現存するやつだと、はい、ほぼこの数字が消えちゃってるんですよ。
すぐなくなっちゃうんですよこの数字が。へでグレーとベージュと2色展開 で、はい、でこのクルネックタイプとボタンがついてたカーディガンタイプの2種類あるんですよ。あそうなんですね。でこれはでフリーサイズなんですね、はい、だから本当にこうジョニーさんが着てたこれと全く同色同型です。あ、うん、本当っすね。うわむしろこのジョニオさんが着てたこれだったらいいんじゃないかなと勝手に思ってますけど多分違います。いまだに持ってらっしゃるかもしれないね。まあそうですね、確かに。で裏がこういう感じです。そうですね、はい、かっこいいですね。でここにはやっぱこれ合わせなきゃいけないです。あー渋いな。アンダーカバーのフェルトブーツですね。渋い、これです。これまた状態もいいですね。そうですね、これ 96SS です。ちょっと持ってもいいですか。もちろんもちろん。ありがとうございます。あ、結構重さはありますね。重さはあります。しっかりしてます。これがもう本当に紙セットです。紙セット、はい、これじゃないとダメです。これはすごいなやばいですよね。やばいっす。めちゃくちゃかっこいいんです。まだ何個かあるわけですよ、はい、紙セット、紙セットが。その中のさんの紙セットもあるし、はい、広瀬さんの紙セットもあるし、あそうですよね、このジョニオさんの紙セットやっぱり一番みんなが憧れたやつなんで。いやかっこいいですね。いや、はい、もうこの紙セットもすごかったんですけど。そうですね、そうですね、はい、まあ、まだありますね。あと2つ、あと2つ、皆さん、あぜしつこくてあと2つです。そんなあと2つです。皆さん我慢してください。しつこくないんで。じゃあ、そしたら、6点目ですかね。そうですね、お願いします。ご紹介ちょっとね、これ置ききれなかったんで、あ、ちょっとあっちに置いてある。あ、じゃあぜひちょっと取ってきていいですか。取ってきてください。お願いします。アキラさん、はい、あの11月の3、4、5で、はい、あの実はですね、あのポップアップをちょっとアキラさん、あの一緒で一度コンセプトショップ WTS の方でアキラさんとポップアップを開催する運びとなりました。ありがとうございます。ありがとうございます。せっかくコラボなので、はい、まあ、今日こうご紹介したようなアーカイブス、はい、展示します。展示、はい、基本的に全部展示して、はい、見るだけでも結構楽しいので。そうですよね。で今日ご紹介した以外にも、はい、めちゃめちゃ持ってくるんで、もう見て見て見倒していただいて、はい、そうですね、うん、実際そのアーカイブスの中で、はい、あのもちろん展示だけのものも結構今回多いんですけれども、あの販売もがっつりします。ありがとうございます。イベント、はい、に、はい、あの大放出させていただきます。本当ですか。大放出今あの声を晴らしていただきましたけれども、アーカイブスを展示したり販売してるその横で、はい、僕の自分のブランドの NBR の商品も新作結構上がってくるので、はい、あ楽しみですね。一緒に並べさせていただいて、はい、こうミックスしながら皆さんに楽しんでいただけるみたいな、まあ、その空間演出みたいな感じでしょうかね。そうですね。ぜひあの皆さん11月の 3、4、5 の3日間お待ちしておりますので、ぜひよろしくお願いします。よろしくお願いします。すいません、お待たせしました。ありがとうございます。何ですかこれ。何ですか。さっき、はい、あのブーツ96年 SS のものって言ったじゃないですか、はい、その時に、はい、あの95年 AW までは、はい、アンダーカバーでファッションショーやったんですよ、はい、でも突然ジュネさんが、はい、95年 AW はラストショーだと、はい、もうファッションショーやらねえと、はい、突然言い出したんですよ、はい、で僕らからしたらファンからしたらえっつって、はい、ジュネ様何をおっしゃいますのと、はい、どうしますの俺らはと。そうですよね。何で見たらええんですの、はい、そしたら 96SS は、はい、ショーやらないけど本と写真集と、はい、これ真ん中の本なんですよ。写真集なんですよ。あ、写真集なんですね。そう、ビデオ、ビデオ、ビデオテープ。当時なんで VHS のビデオテープなんですね。はい。これであの賞発表するから1500リミテッドエディションって書いてあると思うんですけど、はい、1500個限定のこれキットで発売するからお前ら買えよと。あ、そんな言い方じゃないですけど、はい、まあ、そういう感じで。まあ、そういう感じで販売してたんですね。これ販売したんですよ。僕はこれ大阪のお店で予約して、はい、あの買いに行きました。こちら T シャツになるんですかね。スカルスカルクロスの T シャツ、はい、これ単品でよく販売されてますけどね。そうですよね。これが封入されてたんですよ。へえ。写真集とビデオテープとあと血のりのセットですね。へえ。このコレクションがあのテーマがホラーだったんで、はいはいはい、要は今でいうあのドクロ機とか言われてますね、はい、このドクロとかスカルのアイテムがたくさん発売されたやつですね、人気のシリーズですよね。でもこのコレクション一番好きなんで、はい、そのドクロのものとかいっぱい集めてるんですよ、はい、あ中身見たいじゃないですか。見たいです。僕この写真集あと2冊持ってるんです。2冊持ってるんですか。でこのビデオテープもあと2本持ってるんです。2本でこの T シャツも別にもう1個持ってるんです。基本的に複数やっぱ所持されてますよね、アキラさんって。あのこれ開けられないからね。まあ開けられないからしょうがないんですよ、はい、まあ、保管用とちゃんとこう見る用というか着る用みたいな。で当時はあの当時ってまあここ10年間ぐらい、はい、あの見つけたら必ず買ってたんで、はい、だからどうしても集まっちゃったっていうことなんですよ ね。すごい。博物館級だと思います。いや本当もう博物館級の歴史的価値のある、はい、ですね、はい、めっちゃ綺麗ですよね。ちょっと芝があるぐらいで、いやもう全然もうほぼほぼ完璧な状態じゃないですか。ですよね。なのでこれ本当宝物でございます。いやすごい、ありがとうございます。でこちら6点目ですかね。6点ですね、はい、いよいよ最後です。最後ですね。いよいよ皆さん最後のラストですね、はい、最後どんなアイテムが出るんだって皆さん長くてすいません。
ません、皆さん。こんだけ凄まじいアキラさんの数々のコレクションをお見せして、ね、もうフィナーレですよね。フィナーレですよ。何をご紹介してくださるんですか、最後。引っ張りましたね。ラストお願いします。はい、最後ね。はい、なんとなんと一見地味なすいません最後地味でビデオテープですよ最後、ね、単品のビデオテープ。ここ見たら何も分かんない、ね、分かんないですね。アニメの可能性もありますしね。ここ見たら分かるんです。出ました。これなんです。今すごいキット紹介したのが6つ目に、はい、あれが96年 SS コレクションなんですね、はい、でその前の95年 AW コレクションでアンダーカバーラストショーだと、はい、もうファッションショーやらねえってジョニオさんが言った、はい、そのショーのフルコレクションが収録されたファッションショーの非売品のビデオテープです。非売品のビデオテープ。すごいっすね。今日全部紹介してきたじゃないですか、今までは全部発売されてたものなんですね、はい、だから、まあまあまあ、めっちゃ簡単に言うと誰でも手に入れられたもの、はい、だけどこれだけは要はスタッフさんだったり、はい、多分取扱店舗さんだったり用の、はい、関係者のみ関係者のみの、非売品のものなんですよ、はい、なんでこっちのビデオテープは、はい、まあ、ちょっとまあさっき映ってたかもしれないですけど、はい、このこういうなんかちゃんとジャスラック的な、はいはいはい、こういうの貼ってあるんですけど、はい、これなんもないんですよ。そうですね、ダビングし放題やらないですよ。何も考えてやらないですよ。やめてください。一番レアかと思って今日持ってきました。レアですね。実際こういうのって出品とかされてるもんなんですか、うん、出品とか、まあ、出てきたりとか。人生で1回しか見たことないです。それをなんとか頑張って買ったっていう感じです。そうですね。ってことは関係者の方がもう流し出品したというか。いや分からないですよね、それが、まあ、出どころは分からないですよね、うん、ただ一つ言えることはめちゃめちゃ貴重ですよね。めっちゃ貴重です。本当にめっちゃ貴重です。これ中身は先ほどおっしゃったようにそのラストショーのショーの様子。そうです。最初から最後まで全部フルコンプです。フルコンプ全部60スタイルぐらいあるんですよ。あ、時間でいうと何分ぐらい収録されてるんですか。40分ぐらいですね。40分ぐらい。で最近またなんかこうどうしても見たくて毎日見てるんです。これ毎日毎晩これ見てこうちょっといっぱいやるっていうのが僕の最近のルーティンで、あ、いいですね。もうね、僕のものづくりの根っこの根っこの根っこぐらいにあるものでした。あ、じゃあもうアキラさんのもう ルーツですね。ルーツ中のルーツですね。あ、俺これだったと思って、俺の作りたいものとか、はい、俺の本当の好きなものとか、はい、かっこいいと思ってるものの源ってこれでした、はい、へを気づかせてくれましたね。忘れてました本当に俺も。でもやっぱ見たら、あ、めちゃくちゃ影響されてるなって。あ、でかっこいいんですよ本当に、はい、このショーの服が。へ、すいません最後これちょっと地味だ。いや、最後まさかの多分誰もが予想しなかったビデオテープっていう。ビデオテープでございます。またそのビデオテープっていうのが時代を感じていいですよね。いいですよね。最後にこちら紹介させていただきました。ありがとうございます。ありがとうございます。大変貴重なフィナーレを飾るアイテム、ビデオテープでした。ありがとうございました。ありがとうございます。